中さん、あの堀江さんが、堀江貴文さんがあのツイッターとかで議論が通じない相手のことを境界知能って言葉を使って今ちょっと大変いろいろ議論を呼んでるんですけど、このあたりどう捉えますか？あの堀江さんの魅力っていうのは、うんうん、あのみんなが言わないことをズバリ言うところと、うん、みんなが気づかないあのポイントをついてくるからですよね、うん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 、で一方であの経済的にはとても成功していて、うん、まあ、森さんは親しいし、僕もたまたま堀江さん の, あ の, あの実際を存じてるものとしては、うん、本当にあの才能豊かな魅力的な人ですよね、うんうん、で彼の言動は本当にあのこう目が離せないと思うんですけど、境界知能、確かにですね、あのちゃんと話をしてるのに、うん、もう自分の先入観で話を聞かない人が、うん、もうとにかく堀江が言うことなら何でも反対なんだっていうようなもう頭の中が真っ白になってしまってるような人っていうのは、うん、それは自分の身の回りあるいは自分に対してもそういう人たちいるじゃないですか、うんうんうん、ただそういうことをあの堀江さん昔から言ってると思うんですよね。そうですね、あのこの人たちはあの例えばツイッターの140文字以上の文章を理解できないと、うん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 、取扱説明書を読めないんだとかね、うんうん、契約書を読み書きできないんだってことを昔からおっしゃってる、うんうんうん、で僕はそのことを言ってると思っていて、それを例えば四字熟語的にまとめるのが堀江さんうまいですよね、うんうん、そしたらなんかいかにもお前らバカだって言われてるっていうふうに思ってる人たちが腹を立ててるっていうことになるじゃないですか、うんうん、どうすればいいんですか、そういう事象については。じゃあ、 あの自分がどれぐらい の, その,、まあ、あの知的リテラシーがあるのかっていうのは学歴やね、あのそういうものではないじゃないですか、うんうんうん、でもじゃ あ, あの嫌いな人の言ってることに対して、そこにじゃあ堀江の言ってること嫌いなんだけどここはすごいよねっていうところを探す努力をした方が人生プラスじゃないですか。ああ、そうか、そういうふうに言われてる人は、言われてる人たちは堀江何言ってんのこの野郎って言うんじゃなくて堀江もの言ってることも一理あるなっていうところを探す努力をすることが、そうか、堀江さんから学ぶ努力をすることが、嫌いな人、あの軽蔑してる人、共感できない人から学ぶ努力をした方が僕はそれぞれの人の人生が豊かになると思いますよ。中尾さんは人生の中でそうされてきてるというか、あのライバルや敵と思われる人たちには必ず有利な点がありますよね、うん、そこを単に感情的に忌避して何もいいことなかったですね今まで。皆さん、自分のライバルから学びましょうということで、堀江さんの境界知能はと言われてる人、そういうふうに学ぶといいみたいですよ